どうも、体験大好きひなあられです。早速ですが、巷で三強と言われる体験をご存知でしょうか。一つ目はナルガ体験、会心率が全構成中トップです。二つ目は五射覇気の体験、攻撃力が全構成中トップですが会心率がマイナスで切れ味が青です。おまけ程度ですが氷属性もついてます。三つ目はティガレックスの体験です。五射覇気体験に次ぐ攻撃力で切れ味が白です。ただし会心率がマイナスで空きスロ1が1つしかありません。皆さん、どの構成が一番平均火力が出るのか気になりませんか。試し切りで検証されている方もいらっしゃいますが、この方法だと誤差が生じて期待値が出てこないので、今回もいつも通りシミュレーターを使って比較してどの構成が最強なのか調べたいと思います。比較する武器についてなんですが、ナルガ構成1つと五射構成1つとティガ構成2つの計4つです。以前ナルガの体験と五射覇気の体験についてはすでにどの構成が平均火力が高いのか検証済みなので、そちらを採用します。ティガレックスに関しては火力が出そうな構成を2本作ってきました。なお五石に関しては弱点特攻に空きスローなしを想定としています。弱点特攻2の五石がない方はこちらをご覧ください。ラスボス周回なしでも誰でも作れます。それでは今回は3つのパートに分けて説明させていただきます。14つの装備の構成、24つの武器の火力比較、3一番平均火力が出る構成です。それでは本題に行く前に15秒だけ自己紹介させてください。私ひなあられは前々作から体験一筋で体験に関する攻略動画を日々発信しています。前作ではミラボレス5分身、今作のライズではライジン0分身など腕前もある程度はあると思います。そのためライズでも体験使うよって方、チャンネル登録していただくと必ず損をさせません。それでは本題です。パート14つの装備構成です。装備を紹介する前に4つの武器で共通することから述べておきます。まず武器の百竜強化は攻撃にしています。理由は百竜強化の攻撃追加値に攻撃スキルの乗算が乗ってくるからです。五射覇気とティガレックスの構成は会心率が悪いからといって会心率アップにするのはもったいないと思います。また弱点特攻と集中と気絶耐性と遠石使用高速化は全てマックスでついており、余った1スロは満足感といった構成になっています。そして力の5符爪や守りの5符爪は所持しています。それでは一つ目はこちら、ナルガの体験で攻撃4と超会心3を同時に実現した構成です。装備構成と装飾品はこのような構成になっています。この構成の特徴ですが、攻撃スキルのおかげで攻撃力が7増加して 1.05 倍になっています。ただし弱点部位を攻撃しても会心率は 85% であり、力の解放が発動すると会心率が 100% になります。なので力の解放やファイトの音の強化方向の技なので、いかに会心率を 100% にするかが肝になります。力の解放の発動時間は2分で、発動条件は大型モンスターとの戦闘中から2分45秒経過となり、ただしモンスターに攻撃を当てることでこの発動条件の時間が短縮される仕様となっており、体験では1分25秒程度まで短縮するようです。それでは2つ目いきましょう。五射覇気の構成ですね。装備構成については1つ目のナルガ体験から装備を変更しただけとなります。こちらの構成も見切りがないので、弱点を外すと 15% の確率でマイナス回心が発生して火力が 0.75 倍になる恐れがあります。また力の解放や猫の強化方向が発動しても最大回心率は 85% となります。前回の検証で分かったことは、装備の回心率がマイナスだからといって攻撃スキルを抜いて見切りなどを積んでも逆に火力が出ないことが分かりました。短所の回心率を伸ばしてもナルガ構成には勝てません。長所の攻撃力を伸ばすのが良いみたいです。攻撃スキル4以上の乗算と超会心レベル3を併用することが火力を出す上で重要なポイントとなります。それでは3つ目です。ティガレックスの構成ですね。装備構成と装飾品はこのような構成になっています。超会心をマックスにしつつ攻撃を取り入れた構成となっています。会心率は五射覇気の構成と同じです。余談ですが、ティガレックスの武器は2スロがないということもあり、攻撃4、超回心3という構成は他の前提スキル、集中などを削らない限りではこの弱点特攻に2スロ空きなしの5石では作ることができませんでした。それでは最後4つ目で2本目のティガレックス構成です。装備構成と装飾品はこのような構成となっております。超回心はレベル2に落としましたが、攻撃スキルを5にして攻撃力を 1.06 倍にしています。会心率は先ほどと同じです。息スロが余ったのでひるみ軽減をつけています。マルチで他のハンターの攻撃を食らっても覗けるよう無効化します。はい、それではパート2、4つの武器の比較です。火力に関しては平均会心率も加味する必要があるのでシミュレーターを使って計算してきました。なお今回おすすめする装備構成はラスボス周回を終えた熟練者の方を想定しているので、画面に表記しているバフを使った状態で計算しており、強化ノートにより 1.1 倍の補正がかかっています。またモンスターは修練所の回路を想定していて、部位は頭なので肉質は100、属性耐性は30です。また火力に大きく影響を及ぼす会心率に関しては、力の解放時や
ファイトのお供の強化方向発動時なので変動するので、さまざまなシチュエーションがあり、今回も6パターン用意してきたのでそれで比較していきます。まずは表をご覧ください。武器構成の欄に数字を1、2、3、4と振っていますが、紹介した順に並べています。そして各モーション値の下に実際に与えるダメージを表記しています。そして一番大事な回心率に関してですが、記載されている数字の確率で回心が発生した際の平均ダメージを記載しています。また五所萩の体験の属性ダメージは新ため切りでも自由程度なので、ほぼ物理ダメージだと思ってもらっていいです。それでは一つずつ見ていきましょうか。まずは1つ目、弱点を狙えなかった時ですね。修練所のカエルの頭の肉質は100なので矛盾はしていますが、単純に弱点特攻が発動しなかったというふうに置き換えてください。一番火力が出てるのは1のナルガの構成ですね。他は回心率がマイナスなので苦しいところですが、4のティガレックスの構成は検討していると思います。しかし熟練者であれば弱点を狙い損ねることはほとんどないと思うので、最悪のケースと考えてもらえば良いです。2つ目のシチュエーションは弱点が狙えて弱点特攻が発動した時です。1はさすが現環境で TA 勢の方が頻繁に使われている構成なので圧倒的ですね。熟練者の方は弱点を狙い続けるので、このシチュエーションで戦うことが一番多いと思います。時点は4のティガレックスの構成ですね。それでは3つ目、弱点を狙いつつ力の解放が発動している時です。これもよくあるケースかと思いますが、ナルガの構成は回心率が 100% に到達するので圧倒的な火力を示しています。火力順は先ほどと同じですよね。それでは4つ目、お供の猫が強化方向をしてくれたケースです。先ほどのシチュエーションと火力順は同じですが、回心率が上がれば上がるほど1と4の構成が存在感を出してきています。4のティガレックスの構成もほぼ1のナルガ構成と変わりません。それでは5つ目、力の解放とお供の猫の強化方向が重なった時ですね。ここまで回心率が上がってくると、ついに五車覇気やティガレックスの構成に軍配が上がってきます。そしてやはり4が圧倒的ですね。それでは最後、今までのバフに加えてマルチで仲間の狩猟部への回心率強化の戦術で全ての構成を回心率 100% にします。他にも環境生物のアミキリアカネや寒冷群島にいるシラヌイカでも挙げれますよね。ここまで来ると五車体験とティガ構成が他を圧倒します。しかし残念ながら五車体験の構成がティガレックスの構成を超えることはありませんでした。やはり4が圧倒的です。ちなみにもしティガレックスの構成で砲撃4、超回心3、力の解放2、見切り0っていう構成が実現できれば、攻撃力は309で真ため切り強撃の回心時は2086となります。はい、比較は以上です。それではこれらの結果をもとに結論を述べます。まず弱点を常に狙える熟練者が使用することを想定としているんですが、ソロで普段使いをするのであればやはりナルガの構成だと思います。理由は弱点を狙いつつ力の解放が発動したり、猫の強化方向が発動するようなよくあるシチュエーションで平均火力がトップだからです。力の解放とかすぐに発動するからティガレックスの構成でもいいんじゃないかと思うかもしれないですけど、発動時間までの1分25秒ってのがすごい長くて、今体験のラスボス TA ガチ勢は3分半くらいなんですけど、1分25秒って狩猟時間の 40% も占めるんですよね。そして4のティガレックスの構成は五車ハギの構成を上回ることが分かりました。理由としてはティガレックスの切れ味は白で 1.32 倍の上算で、五車ハギの切れ味は青で 1.2 倍上算なので 1.1 倍も差が出ます。こちらが原因ですね。4のティガレックスの構成は一定の条件下では活躍できると思っていて、それはマルチでファイトのお供と笛の回心率強化を使ってくれるパートナーを連れていける時です。常に笛の方が回心率強化さえしてくれればある程度の火力は期待できますし、力の解放やお供の強化方向が発動すれば火力はナルガ構成をも超えます。またタイムアタックでファイトのお供を連れて世界記録を狙う方は4の TRX の構成もありだと思っています。もちろん期待値的にはナルガの方が安定しますが、実戦には誤差という概念が生じます。つまり回心率が低い TRX の構成でも回心が期待以上に出ることもあるということです。例えば100円玉を2回コイントスすると1回表が出るっていうのが期待値ですが、2回表が出ることだってありますよね。これは誤差という概念ゆえです。例えば5回、30回、100回コイントスした場合はこのような結果となります。試行回数を増やせば増やすほどばらつきが収束しているのがわかると思います。 TA で真ため切り強撃の逃げ決めが当てれるのは10回もないので、全て回心が出るということもあるということです。余談ですが、これは社会で一般的に使われている統計学の概念なので知っておいて損はないと思うんですけど、今画面に表示しているような分布を正規分布またはガウス分布といい、またデータがどの程度平均値の周りにばらついているかという指標が分散といい、この分散の正の平方根を取ると標準偏差と言います。標準偏差ってのはデータがどの程度ばらついているのかということです。特に平均プラスマイナス標準偏差の3倍という範囲は企業の商品製造の規格として広く採用されていますし、
標準偏差は学生の方も馴染み深い模試のテスト結果の偏差値にも使われていますよね。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、まあ、攻撃回数が少なく威力にばらつきがある体験は高火力低回心構成で戦うと統計学的な観点からもダメージにばらつきが生じやすいので、運が良ければとんでもないダメージを叩き出し TA でとんでもないタイムを叩き出すことだって可能ということです。はい、最後ちょっと脱線しちゃいましたが今回は以上です。話の大まかな流れは理解できたけど、なんで回心率が上がってくると4の構成がこんなに強くなっちゃうのみたいな理屈がよくわからない方は、前回1のナルガ体験を検証した際に物理ダメージ計算方法について細かく説明しているので見てみると理解できると思います。4月末のライズのアップデートで体験の装備が更新されると思うので、今回のようにデータに基づいて検証して強力な体験構成をこれからも紹介していきますので、よかったらまた見てくださいね。それでは今回は終わります。参加型の生配信では質問も受け付けているので気軽に遊びに来てください。バイバーイ。